今ちょっとね、ちょっと調べてきたんですけど、今私3位なんですけど、追い越せられないのに頑張ります。ちょっと結構ギリギリなので。2期生のおでがちゃんもさ、ちょっと差し入れで持ってきたい。キャンちゃんありがとう。バターケーキも美味しいよね。美味しい食べ物あばっかり。そう、もう本当におすすめ。ヤシさんありがとう。何するのね、私も知らない。ヤシさん、タカリンさん、ヤシさんありがとう。ポテチーさんありがとう。嬉しい、マシュマロありがとう。ゆういちさんありがとう。嬉しい、マシュマロ集めてます。ぜひよかったらマシュマロで応援してくれると嬉しいです。向井先生のペンさんありがとう。おすすめって探してた。みきゃくんありがとう。やつのりさんありがとう。本当に美味しい食べ物ばっかだよね。ポテチーさん、たくにさん、じいさんありがとう。嬉しい、じいさんありがとう。福太郎さんありがとう。ヒロインハートさんありがとう。うれしい。ヤスさん、あいまたんありがとう。スキマロ、スキマロよ。以上、美味しいご飯でした。漢字で書いてましたか。そうそう、スキンケースに来る、確かに行きたいですね。リアチュー、本当に美味しい食べ物ばっかでね、本当に幸せですね。が食べに行きたいとこトップ3 トップ3、食べに行きたいとこトップ3、今から言うね。トップ3ね、今から食べに行きたいとこトップ3は、第3位はですね、ちょっと待ってね、考えるね。第3位お寿司、第2位しゃぶよう、第1位タカ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 タン、ガン、イタリアン、イタリアンですね。やっぱり第1位は、いや、お肉も食べたい、わかる、お肉も食べたい、イタリアンかな、やっぱり。あーでもパン食べたい。シナエル、ポテチーさん、ヤハさん、エムタツさんありがとう。ポテチーさんありがとう、エムタツさんありがとう、ジンさんありがとう、キャンちゃんありがとう。肉、ホーマーさん、イクスメさん、CM だとで。パスタ食べたい、イコさん、しゃぶよう楽しい。中華の気分。イコさん、ありがとう。ローストビーフ、お寿司、あったんですけど、前、なんだっけ、どこで見たんだっけ。
なんだっけ、美味しそうなお店があってあそこに行きたい。いこさん、ゆうえくすさん、ありがとう。ピンポイントありがとう。釜焼きプリンさん予約して、気になる。タン料理レッドロック、イタリアンはやっぱりチーズが好きつまりピザですね。いやでもやっぱりね、お寿司かな。やっぱりごめんね、1位に変えますなんかあのなんか一皿じゃない、一貫一貫目の前で握ってくれて出すやつを食べに行きたい。クレーンゲーム得意ですか。なんか目の前で握ってくれて目の前で食べるっていうそれを食べに行きたいですね。チーカーコボね、行きたい。なんかね、最近本当に美味しいお魚のネタはやっぱり美味しいんですよ なんで、なんか待って、ちょっと待って、声力が変でした。やっぱりね、なんか前ね、ちょっとだ、ちょっといい お寿司をおばあちゃんが買ってきてくれて、そう、今まではハマチとかタイとかそんなにお寿司屋さんで食べる人じゃなかったんですけど、そのおばあちゃんが買ってきてくれたちょっと良いお寿司をね食べたんですよ前。やっぱり良いお寿司は美味しいですハマチもタイも好きになりました。もうびっくりした、こんなにタイハマチ美味しかったのみたいな。本当に、うん、お寿司に目覚めた。もう前から目覚めたんですけど、さらにゆいさんありがとう。ウニとアマエビいいね、ちゃんと、そう、ちゃんと美味しい、本当にそれです。もくんありがとう。ポテチさんありがとう。好きな寿司ね、ビット3、やっぱりね、第3位は最近だと第3位、あ待って、めっちゃ迷っちゃう。好きなのからいくね、ちょっと一回好きなの出すね。やっぱりね、ハマチ、タイ、マグロ、でもマグロは中トロじゃないとあれですね、中トロ、サーモンもオニオンサーモンですねかな、いや4個ハマってます最近、めっちゃ好き。推しお寿司です。S オムラツさんありがとう。大人の階段登るですよ。グラファーさんありがとう。縁側食べたことないかもあんまり。グラファーさん、ユイさんありがとう、嬉しい。ポテチさんありがとう。タカリンさんありがとう。 S オムラさんありがとう。ウニね食べたことないかも、多分食わず嫌いだと思います。推しお寿司、ポテチさん、やっぱさんありがとう。推し寿司本当に美味しい、もう最近もう目覚めた。あとね、カマトロ、なんだろう、カマトロ、エサもらってさありがとう。美味しいと思ったら半分こうやってだけだった、やばい、ちゃんとしたの食べないと。いや、そうなんだ、ウニは食べたことがないからわかんない、食わず嫌いですウニね、最初にいいものを食べてください。ウニ、ウニウニ、メイポンウニ好きだよね。グミ、ウニ、肉、グミ好きだよね。しりとりになってるから覚えやすい。ウニありがとう。イワシとかアジは、あーでも焼いたらいけます。なんて言うんだろう、
フライにしたら。むね肉組み。気合いする。あ、そうなんだ。そうだよね、やっぱ。いや、みーぽんとお寿司を食べに行きたい。最近の願望。いわしとか、なんか私は天ぷら、昔からさゆりの天ぷらが好きで、そう、おばあちゃん家で食べる、おばあちゃんが作るさゆりの天ぷらがめっちゃ好きなんですよ。でも最近食べてない、お魚の天ぷら。ハートありがとう。アジフライ、あ、アジフライも最近食べてないかも。コロッケも一時めっちゃ食べてた。牡蠣の寿司ネタもありますよ。プリンに醤油かける、そうなの？絶対やだよプリン私めっちゃ好きなんよ。プリンね、好きなんですよ私。プリン美味しい。アーモンド魚、気になる。新鮮いいね、新鮮。漢字で書いてある。さより、さより好きなんですよ。さよりすち、やっぱアジフライ、白身魚好きかも私。白身魚が好き。天ぷら、エビがまんじゅう。おー、天ぷらで好きな具材やっぱりね、あけもみじですねおっぱら、ししゃもか、おー、ホッケいいね。お醤油つけると美味しいよね。天ぷら、私は最近青じそとか、青じそ、青なんだっけ、こんなのがさりやと、さりつて、さりやつ、いませんね。お芋も好きです。昔からさつまいもの天ぷらが好き。そう、しそ天かな。それきれい。プリンが醤油味だったけど、その天ぷら好き。さつまいもも好き。や、野菜のかき揚げ好き。ヤキさん、おし、ありがとう。しそ天美味しいよね。好きなんですよ。あ、やっぱり舞茸かも。舞茸の天ぷらが好きかも、一番。舞茸の天ぷら。めっちゃ好きです。ジューシー、舞茸。美味しい。舞茸しか勝たん。あいさまに食べた。上、なんでやろ、何魚？なんかすごい、おしゃれ。昨日の天ぷらは、わかったんやな。こんばんちゅー。やっほー。丸亀製麺の柏天。柏天？あんま食べたことないかも。玉ねぎ、ね、おいしいよね、玉ねぎの天ぷら。玉ねぎ好きだよ。ポテチーさん、ありがとう。洗い盛り、あ、そうなの？え、もう終わっちゃった？名前のコアラのマーチ。舞茸の天ぷら好き？好き。リアも好き。何でも美味しくなるね。わかる。なんか罪ですね。あげると何でも美味しくなるね。わかる。納豆の天ぷら美味しいけど、どうやって作るか。納豆の天ぷら？初めて聞いたよ。で、唐揚げとかに、だいたい結論、確かに、な、結論そうだよね。本当に何でも美味しい気がする。あの、最近でもフルグラにもハマってます。きなこにもハマってます最近きなこ、ヨーグルトに朝食べる、よく食べ、毎日食べるんですけど、ヨーグル、無糖のヨーグルトをお皿に入れて、その上にきな粉乗せて、その上に蜂蜜乗せます。それがすごく最近ハマってます。天ぷらす、うわ最高。キャンプいいですね。ゼロカロリー、カロリーゼロ。ガトルさん、ありがとう。マカロンあげても、マカロンあんま食べたことない、あんまり好きじゃない。ガトルさん、ありがとう。そう、めっちゃきな粉がハマってます。いろいろ出てきて、ハローかねる。確かに、もうきなこは何でも合う気がする駄菓子のきなこ、好き。きなこも、蜂蜜はヘルシーすぎる。
確かに蜂蜜は脂質ゼロなんですよ。きな粉も多分脂質制限してる時は蜂蜜とかきな粉とかよく食べます。あとねお野菜メインだけど何食べる？脂質制限してる時はなんだ、きな粉はさすがにね市販ですね。なんでやんないでね、ほんとに美味しいよね。いっこたんありがとう、まちまろ美味しいよね、びっくりびっくり。はちみつも好き、お芋も好きですね。焼き芋、焼き芋はもう昔から好きか。でも最近あまりパンを食べてないけどデニッシュパンとか好きです。めっちゃパンの種類の中だったらやっぱりデニッシュパンが好きかも。欲しいまま食べないかもね。マイハさんが神様言ってました、めっちゃ好きなのデニッシュパン。あおさんありがとう。バターを塗って焼くとデニッシュパンに染みたバターがとても美味しい。あでも最近あのフレンチトーストも食べてないので食べたいかも。蜂蜜入れるとコロニー、そうなんだ、へえ初めて聞きました。スーさんありがとうマシュマロ、やぴょんたい。デニッシュカロ気をつけ、本当にやばいですよね。なので本当にもうここ何ヶ月ぐらい食べてない気がする。本当に食パンはたまにあったかなと思うんですけどデニッシュ食べてない気がする。本当にきなこプリンにハマってる。なんだろう、うちのマンゴートーストしたパンが好きでした。トーストしたパン、ほんとスーさんコメント見ました、ありがとう。ぜひ皆さんスレッズぜひ見てないよって方はぜひねスレッズ見てください。ポテチーさんスーさんありがとう。きなこといえばわらび餅、きなこのわらび餅好き。マコロン作りすごい、私はしようとも思いませんねマコロンなんて。ポテチーさんありがとう。言ってるクマの名前なんだっけ、なんだっけ、クマさん、んプーさん、ユナイテッドさんありがとう。スレッズアカウント作ろうかな、スレッズぜひ、ね、皆さん見てくださると嬉しいです。コメントとかいいねとかお待ちしてます。いつもコメントありがとうございます、見てますよ。ユナイテッドさんありがとう。きなこも大豆にしね、きなこ最近大豆よく食べる、納豆も好きですしお豆腐も今日食べました。みきやくんありがとう。失敗しちゃった。でもあずみさんそれ立ち直れるのすごいです、マカロン何回もすごい、めっちゃ怖かった。嬉しい、イソフラボンがいいらしいね、イソフラボン。スーさんありがとう。明日はそうあずみさんも一緒で嬉しい、なんか初めてあずみさんと先輩方と公演嬉しい、なんかちょっと緊張しちゃうかも。大豆に入ってるイソフラボンね、いいよね。おすすめな大豆、よく大豆の種類はよくわかんないんですけど、おすすめな大豆はやっぱ納豆ですね。コメントしてアカウント名が違うから気づかれてないかも。納豆好き、納豆と納豆と、お腹いっぱいだけど納豆食べるかな、ね、納豆は夜食べるといいと思います。
大豆は納豆が枝豆かける。ああ枝豆ね。月見席会場楽しみだね。なんか納豆って言ったらなんか修学旅行思い出した。なんか修学旅行で食べた納豆が本当に美味しくて、なんだろうどうしたらいい。でもタレにもいるかも。納豆のスレッツ見てきた、ありがとう。本当に修学旅行で食べた納豆が美味しい。本当に好きな。ただで可愛いやつ吸った。何回ぐらい、え何回ぐらいだろう。でも50回とか。ごめんなさい、ありがとう。あれ楽しみ。納得して納得納得して。お気に入り嬉しい。こんばんは。写真はお母さんに撮ってもらいました。寝てる間に。そうなんですよね、納豆ねめっちゃいいよね。だから結構夜食べること多い。納豆ともずく、そうなんだ初めて知った。味付けで決まる。うんわかる。結構納豆いろんな種類あるけどいろんな味があるよね。タレ一徳様尾さん心の困りがたそうな人さんありがとう。美味しいよね。安住様納豆ね美味しいですよね。野生の狐、えすごい襲われてない。ポテチさんありがとう。カチさんありがとう。マシュマロ納豆にふりかけ気になる、美味しそう。カチさん、アダチさん、カチさんありがとう。嬉しいマシュマロ。ガクさんありがとう。アメちゃんありがとう。な部屋に入るのや。こんばんは。いっこさんありがとう。砂糖入れて食べる人が、え砂糖、初耳ですね。昨日誕生日、カツタンおめでとう。カツタンおめでとう。あそう見た気がする、カツタンのツイッター。似合わないだ。そうなんだ、人間は納豆の栄養だけ。納豆神だね。そうめっちゃ髪気になるんですよ。めっちゃなんか前髪が気になるかも。ありがとう、こちらこそ。カツタンおめでとう。とても前髪が汚いんですよ今日は。引き割りリアチュの好みは小粒ですね。納豆エンジェル、なんか美味しそう。明日の買い方まだ決まってないんよ。おろしにしようかな。何がいいかな、何がいいと思う。あまり被る髪型は嫌だかな。えはんちゃん嬉しい。 X 見てるよ。髪型どうしようかな。でもハーフアップあんましたことないかも。公園でツインテールハーフ、確かにポニーテもねいいですよね。結構踊るときかけて食べたことある。なんだろう、お餅に、あなんか聞いたことあるようなないような。ちょっとみんなの髪型見て被らない髪型にしようと思います明日は。
スーさんありがとう。手つかみきる嬉しいよ。カツタンありがとう。カツタンありがとう。楽しみにしとく。楽しみ。こんばんは、あずちさん。納豆、お好み焼きに納豆。お好み焼きに納豆ね、気になる。お好み焼き最近食べてないかも。最近は鍋ばっかかも。鍋、納豆が多いかも。豆腐とかね。あだちさんありがとう。マシュマロ嬉しい。コンサートぜひぜひ。5列目7番見つけます。あだちさんありがとう。嬉しい。マシュマロたくちゃん嬉しいですよ。マシュマロン、あだちさんありがとう。マシュマロン嬉しい。ちょっと予告、予告、予告ないとします。すいません、ちょっと予告ないと。ツイッターちょっとしないとやばいかも、時間的に。予告ないと